私はパニコ、27歳。OL で、父のパニオと、母のパニカー、姉のパネーと、4人で暮らしています。今日、近所で、フリマが開催されるらしいぞ。おや、フリマ。いいエプロンがあったら買いたいね。感じるわ。今日は私たち全員、買い物運がかなりいいわよ。これは行くしかないね。不思議な力を持つパネーの予言は、今まで外れたことがありません。ということで、私たちはフリマ会場へ出かけたんです。あ、このとっくりとおちょこ、いいデザインだな。このエプロン、特攻服風デザインだよ。若い頃思い出すね。見えるわ。パニコ、こっちに来てちょうだい。そこでパネーが、私の腕を引っ張ったの。どこに行くの、パネー。パネーが私を連れて行った出店には、とても個性的で、おしゃれなシャツが売られていました。わー、これ、かっこいい。どこかの有名ブランドのお店で売られていたものなのか、作りはとっても精巧なんだけど、どことなく手作り感がある。そこで突然、その出店の店主が、お願い、それ買って、と、泣きながら私に詰め寄ってきました。メガネをかけたその男性は、すごい勢いで迫ってくるもんだから、私は引いてしまいました。ですが、パニコ、このシャツ、買いなさい。感じるわ。このシャツが、パニコの運命を導いてくれるはずよ。パネーがそういうのであればと、私はお財布からお金を取り出し、シャツを購入しました。数日後、なんと、先日の店主の男性が、道端でこわもての男性たちに、利息分含めて、とっとと支払いやがれ、と怒鳴られていたの。怖かったので、私はすぐにその場から立ち去りました。それから数ヶ月経っても、そのシャツによって、私が何らかの運命に導かれる兆しは全くありませんでした。でもね。ランチ、おいしいランチ。ある日私はいつものように会社にいました。お昼休憩に入ってお弁当を持ち、休憩スペースに行くと、うわっ、パニコさんのお弁当袋、ダサー。同僚のナナエが私のお弁当袋を笑ったんです。このお弁当袋、パニカーの手作りなの。可愛いから気に入っているんだけど、ナナエはハイブランドが大好き。今ナナエが手に持っているお弁当箱も、身につけている時計もネックレスも、全部高級ブランドのものでした。この人はいつも人の持ち物をけなして。ブランド物が好きなら一人で勝手に買い揃えていればいいじゃないの。なんで人にまで自分の価値観を押し付ける必要があるわけ？ブランド物を持っていない人のことを誰彼構わず見下すナナエにはみんな腹が立っていました。でもあえて口論するのも面倒くさいし、みんなナナエに何を言われてもはいはいってな具合に聞き流していたのよね。そんなある日のこと。ねえパニコさん、金曜の夜暇？はい、実は SNS で知り合った男の子と合コンしようって話になってるのよ。パニコさんもどう？あなたどうせ彼氏なんていないでしょ？あ、確かに彼氏はいませんが、なんて失礼な言い方。いるかもしれないじゃん。いないけど。それにナナエと仲良く同じテーブルについて談笑するなんて絶対できない。すみません、その日は予定があるんで。私はそう嘘を言ってナナエの合コンの誘いを断ったのでした。この日の退勤時間、会社を出る前に私はトイレに立ち寄りました。はあ、今日も疲れた。トイレの個室でそんな風に思っていた時です。合コンに地味女の鈴木さんと佐藤さんを誘うことに成功したわ。この声、ナナエさんだ。鈴木さんと佐藤さん、陰キャで推しに弱いからあっさり合コンに参加するって言ってくれてよかったわ。あの二人がいれば私の美しさが引き立つわね。これで私もモテモテよ。こいつ。ああ、でもパニコさんが誘いに乗ってくれなくて残念だわ。え？私？あいつが一番私の引き立て役にふさわしいのに、他のみんな以上に貧相なオーラだから。あいつ女としてレベルが底辺のくせに生意気なのよね。私に反抗的な態度取るときあるしさ。はあ、いつもだったら聞き流していたかもしれないですが、その日仕事が忙しくてちょっと気が立っていたのよ。独り言とはいえ聞き捨てならず、私は個室のドアを思い切り開けました。あっ、びっくりした。パニコさんいたの？いましたけど。私は全力でナナエをにらみつけると、そのままトイレから出ました。だけどナナエは「怖っ、なんか怒ってるし」笑っていました。コテンパンに言いまかしてやりたい。だけどそもそもあの人に何を言っても全然話が通じないのよね。もういいや、放っておこう。でその後帰宅した私にパネーがこんなことを言ってきたんです。パニコ、とうとうその時がやってきたみたい。感じるわ。あなた合コンに誘われたわね。さすがパネー、何でもお見通しね。合コンには誘われたんだけど断った。その合コン行きなさい。あなたの運命変わるわよ。でも誘ってきた人がやばい人で、行きたくないと何度も言ったんですが、パネーは絶対に行くべきの一点張り。ここまでパネーが言うんだもの、きっと何かあるのね。行くしかないか。しぶしぶではありますが、私は翌日会社でナナエにやっぱり合コンに参加すると言いました。ナナエはなぜ私が突然参加する気になったのか特に疑問を持つでもなく、強力な引き立て役が増えてラッキーと笑っていました。そして合コン当日。剛って言います。趣味は特にないです。へえ。合コンなんて初めてだった私、ちょっと緊張していたんですが、そんなことより剛さんに見とれちゃってね。見た目で人を判断する気はないんですが、とにかくドタイプだったんです。性格もちょっとぶっきらぼうで冷めてるけど、さりげなくおしぼりや取り皿を配ってくれるし、配慮ができる人なのね。その時私の横でナナエが「剛さん、休日は何してるんですか？」別に。そういうクールなところもかっこいい。どうやらナナエも剛さん狙いの様子。まだ席替えタイムでもないのに剛さんの隣に強引に座っていました。ねえ、LINE交換しましょう。ナナエが剛さんに言ったその時です。剛さんが無言で立ち上がり、私の横に腰掛けたんです。そして「ねえ、その服どこで買ったの？」剛さんが私に話しかけてきました。これはフリマで。そう、実はその合コンで私はフリマで買ったシャツを着ていったの。パネーにそうするように言われたんです。なるほど、フリマか。一目見た時からすっごく気に入っちゃって、お母さんが裁縫好きでよく手作りのバッグとかポーチとかもらうんだけど、このシャツもそれと同じ感じがしたんです。同じ感じ？はい、心が込められている感じがするんです。多分結構いいブランドのものなのかな。手作り感がありながら生地も縫い目もしっかりしていて、私服とか全然わからなくて、いつも同じようなものばかり着ているし、お店でパッと見て気に入った服ってあんまりないんです。でもこれは違ったの。へえ。剛さんはそこで優しく微笑みました。それを見ていたナナエは「そんな服ブランドなわけないでしょ。何言ってんのよあんた」なんだか怒っています。剛さんが私の隣に座ったのが気に入らなかったんでしょうね。剛さん、パニコさんっていつも貧乏くさいお弁当袋を会社に持ってくるんですよ。ママの手作りですって。小学生かよ。その点私は全身ハイブランドよ。外見は中身を表すもの。ハイブランドを着る女は中身もハイブランドの女なんです。ノーブランドとかこの子ダサすぎですよね。安っぽい外見の女は中身も安っぽいってことですよ。つよしさんつよしさん、そんなダッサいシャツ着た安っぽい女放っておいて、私と LINE 交換し。ダサい、悪かったね。それ俺が作った服だけど。ええええ、そのシャツは俺が専門学校時代に作った一番の自信作だ。パニコさん、それ売ってた人ってメガネの男じゃなかった？ああ、はい。やっぱり寮の俺の部屋から盗んでいったのはあいつか。どっかのアパレル会社の社長の息子なのにパチスロにはまって金がなかったから人のもの何でも盗んでた。親の金も100万単位で平気で盗むようなやつで、親からも半分見放されていたらしいしな。そういえば怖そうな人に怒鳴られていました。ああ、噂では闇金に返済できなくなって海外に飛ばされたって聞いた。そうだったんですね。俺、服作りについては才能がないって専門学校時代に先生にはっきり言われて、デザイナーになる夢を諦めた。学校は卒業したんだけどね。でもそれからは何をやってもつまらなくて。けどパニコさんがさっき俺の服を褒めてくれて嬉しかった。ありがとう。そんな才能がないなんてことないです。え、私は剛さんが作ったこの服素晴らしいと思います。私は剛さんのこの服がとっても好きです。パニコさん、ありがとう。そう言って剛さんは涙ぐみました。きっと専門学校時代からいろいろ悩んでいたんだろうな。ねえパニコさん、よかったら LINE 交換しない？あ、はい、もちろん。剛さんともっとお話がしたい。どんなものが好きでどんな人なのかを知りたい。だって本当にこのシャツすっごく素敵なんだもん。そう思いながら私がスマホを取り出したその時でした。こんなジミコがなんで。あのね、パニコさんは私の引き立て役で呼んだの。なんでこんなノーブランドの貧相な女に全部持っていかれなくちゃいけないのよ。私の方が外見も中身もハイブランドなのに。さっきからハイブランドがどうのこうの言ってパニコさんのことけなしまくってるけどさ、七重さんの服偽物だよね。え？全部偽のブランド物だろ。それはなるほど、この人ブランド物を買い漁っているのにお金に困っている感じが全然ないと思っていたら、それでよく今までノーブランドのものを持った人たちのことをけなしたり見下したりできたもんだわ。外見は中身を表すものだってさっき七重さん自分で言ってたっけ。その理屈だと七重さんは偽物の女ってことになるけど。ちぎしょー、今日は私がモテモテのはずだったのに。大号泣しながら七重は逃げるようにお店を出て行ってしまいました。その後の話ですが、七重さん悔しかったのか本当にハイブランドを買いまくって闇金に手を出しちゃったみたい。会社にも取り立てが来て、結果七重は会社をクビに、そして海外に飛ばされ命がけの仕事をさせられることになったんだとか。まあ自業自得です。ちなみに佐藤さんと鈴木さんはあの合コンに参加していた男性と付き合うことになったんですって。私も剛と恋人同士に。剛は会社で働きながらまたデザイナーになる夢を追いかけ始めました。また頑張ろうって思えたんですって。そしてさらに数年後、剛が立ち上げたブランドがネットで流行りだし、剛は会社を辞めデザイナーの仕事一本でやっていくことになりました。夢が叶ったんです。それからすぐ入籍し、私は専業主婦になったの。今は実家の近所のマンションにて夫婦仲良く暮らしています。この間うちのお父さんが剛とお酒を飲みたいと言ったので、剛と一緒に実家に帰ったんですけど。剛くん、お気に入りのとっくりとおチョコ出しといたから早速乾杯しようじゃないか。はい、いただきます。それ剛が作ったシャツを私が買った日、お父さんがフリマで買ったやつなんだよね。私もあの時買った特攻服風デザインのエプロンつけてるよ。めちゃめちゃ似合ってる。そういえばパネーもあの時何か買ってたよね。何買ったの？ええ、これよ。これって赤ちゃんがつけるスタイ？なんで？感じるわ。もうすぐ。パネーの予言通り、この1ヶ月後、私の妊娠が判明。翌年に出産し、まな娘が生まれました。剛の仕事も好調だし、家族3人幸せに暮らしています。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。